世界遺産を存分に楽しんだライン川の旅はここでおしまい。それではまた他の川でもお会いしましょう。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。その土地を私は三度訪れた。一度目は初夏、二度目は冬の初め、三度目は秋から冬にかけての長逗留だった。私の記憶の中ではいつ何時もそこは雪国だった。旦那様。ああ、奥様がお呼びです。何？坊ちゃんたちを叱ってほしいそうです。何かしたのか？小伊万里の深鉢にいたずらを。荒れた？はい。いいよ、自分たちで遺産の取り分を減らしただけのことだ。窓ガラスが鏡となって斜め向かいの女を映していた。女の連れは明らかに病人だった。二人の様子は夫婦じみて見えたが、女の仕草は娘のように幼い母ぶりだった。娘の顔のただ中に灯火が灯った。娘と病人は同じ駅で降りた。陽子さんじゃないか。駅長さん。こいつだのかい。ごきげんようしゅうございます。弟がお世話様ですわ。あ、いやいや、悲しいほど美しい声であった。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。はい、お荷物お持ちします。こちらですね。はい、雪国に来るのは二度目だった。
記者に何か気になるものでもありましたか。え、あ、いや、何度も振り返っていらっしゃから。ああ、病人がね、同じ汽車に病人が乗ってたんだ、東京からずっと。ああ、それはきっとお師匠さんの息子でしょ。お師匠さん。ええ、三味線と踊りの師匠です。あ、そうだ、師匠の弟子だった娘に旦那前にお会いになったでしょ。ああ、あの子はまだいるかい。ええ、おります、おります。病人は私が会いに来た女の師匠の息子だと分かった。指で覚えている女と目に灯火をつけていた女、二人の間に何があるのか、何が起こるのか、なぜかそれが心のどこかで見えるような気がした。とうとう芸者に出たのだと分かった。この指が一番よく君を覚えていたよ。そう。その女に初めて会ったのは半年余り前の初夏だった。確かに初夏だったのに、どういうわけか思い浮かぶのは雪景色だ。無為徒食の私は自身に対する真面目さを取り戻すため一人で旅をしていた。何にもないところですけどね。昔は雪解けの頃、近くにチヂミの初市が立って、それは賑やかだったそうですよ。はい。私も夏には朝のチヂミを重宝してるよ。結構でございますね。きっと明治の頃、ここいらの娘たちが半年も丹精して織り上げたものでしょう。半年。ここは雪国ですからね。雪ごもりの月日には他にすることもありません。子供のうちに習うんです。その出来栄えが嫁選びの基準にもなったんだそうですよ。失礼いたします。大切に扱えば50年よりもっと前のものだって色も褪せないで着られますよ。芸者呼んでくれ。あい、すみません。あいにく大きな宴会があって誰も空いていないんですよ。一人ぐらいどうにかなるだろう。道路武神の落成祝いでしてね、賑やかなんです。もしかしたら師匠の家の娘なら来てくれるかもしれませんね。師匠の家の娘。ええ、
近くに三味線と踊りの師匠がいるんですよ。中風を患ってもう教えてはいませんけどね。その弟子にあたる娘が今一緒に暮らしてるんです。芸者なのかい？ええ。素人かい？いいえ。それでやってきたのが駒子だった。駒子というのは芸者になってからの芸名だから、この時は別の名前だったはずだが、今となっては覚えていない。失礼いたします。駒子の印象は不思議なくらい清潔であった。雪国の生まれなの？ええ、でもこの温泉場じゃありませんわ。港の方ですの。そう。どちらから？東京。行ったことあるかい？ええ。ええ。お酌に出ていたんですの。芸者になるつもりだったのか？ええ。けど、半玉で受け出されました。行く末は、日本踊りの師匠として身を立てさせてもらおうと思ってたんですよ。それなのに、たった一年半で。別れたの？死に別れたんです。17の時ですわ。もう2年も前のことです。そう。踊りはお好き？ああ、学生の頃から随分と研究をしたよ。そのうち批評文を書くようにもなった。それじゃ日本踊りの批評をするのがお仕事？今は西洋舞踊に鞍替えしたよ。あら、外国へ見に行くんですの？西洋舞踊を直に見たことはない。そこがいいんだ。西洋の本や写真やポスターやプログラム、そういう印刷物を苦労して手に入れて、それを頼りに西洋舞踊について書くんだ。これほど安楽なことはない。これほど机上の空論はないよ。天国の歌だ。所詮は勝手気ままな妄想さ。西洋の言葉や写真から僕自身の空想が踊る幻影を鑑賞しているのさ。見ぬ恋に憧れるようなものかしら。うまいこと言う。次の日も駒子は私の部屋に遊びに寄った。それでつい変な頼み事をしてしまった。芸者を世話してくれないか？世話するって？分かってるじゃないか。いやね、そんなこと頼まれるとは夢にも思いませんでしたわ。友達にしときたいから君は口説かないんだよ。呆れるわ。若いのがいいね。若い方が何かにつけて間違いが少ないだろう。うるさく喋らんのがいい。ぼんやりしていて汚れてないのが。喋りたいときは君と喋るよ。私はもう来ませんわ。バカ言え。あら、来ないわよ。何しに来るの？君とはさっぱり付き合いたいんだ。何？
したらおしまいさ。味気ないよ。長続きしないだろ。そうね、私もそういうのが大好き。あっさりしたのが長続きするわ。ああ、そう、本当にみんなそうだわ。旅のお客さんたちにいろんな話を聞いてみても、なんとなく好きで、その時は好きだとも言わなかった人の方がいつまでも懐かしいのね。忘れないのね。向こうでも思い出して手紙をくれたりするのは大抵そういうんですわ。女中に呼ばれてきたのはいかにも山里の芸者だった。どうなすったの？やめたよ。やめた。そう。あの子に気の毒したよ。そんなのお客さんの随意じゃないの。いつ返そうと。ここ何？眉蔵ですわ。眉蔵。改築の前はね。でもみんな今でもそう呼ぶわ。ええ。いろんなことに使われるのよ。芝居や映画がかかることもあるし、大きな宴会にも重宝するの。それじゃあ、昨夜の道路武士の落成祝いも。ええ、あなたに呼ばれる前ここで踊りを踊ったの。その時扇子を置いてきてしまって取りに寄ったんですわ。そうか。今夜は映画があるそうよ。誰の？大河内伝次郎。丹下左膳か。一緒に見に来よ。あら、悪いけど今夜は仕事があるの。いや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 、我々ども頼むぜ。その夜のことだった。どうしたんだ？スキー場で馴染みになった人たちに呼ばれて宿屋に寄ったの。そしたら芸者呼んでの大騒ぎになって。だからってそんなになる前に飲むことないだろ。あ、苦しい。あの人たち休みを買ってきたのよ。それ知らないで。バカだな。戻らなくちゃ。どうしたかと探してるわ。
せ。安瓶のせいで苦しいのだと思っていた。もう遅いよ。帰るなら送ってやる。酔いで文字盤が読めないのだと思っていた。もう一時になる。名前を書いてあげる。名前？好きな人の名前を書くの。尾上菊五郎、坂東妻三郎。大河内伝次郎。私は何にも惜しいものはないのよ。決して惜しいんじゃないのよ。私が悪いんじゃないわよ。あんたが悪いのよ。あんたが負けたのよ。心の底で笑ってるでしょ。今笑ってなくてもきっと後で笑うわ。199日目だわ。5月23日からちょうど199日目よ。何を勘定してるのかと思えば。だけど5月23日ってよく覚えてたね。日記を見ればすぐわかるわ。日記？日記をつけてるの？ええ。いつから？東京でお酌に出る少し前から。それからずっと欠かさず？ええ。今年のと16の時のとが一番面白いわ。今年はページごとに日付の入ったのしか買えなくて失敗したわ。書き出せばどうしても長くなることがあるもの。そういうものかい。え？それとは別の雑記帳も。もう10冊になったわ。雑記帳？ええ。読んだ小説をいちいち書き留めるんですの。感想を書いておくんだね。いいえ。題と作者とそれから出てくる人物の名前とその人たちの関係とそれくらいのことですわ。トローだね。そうですわ。
定時の上りだわ。おい、寒いじゃないか、バカ。8月いっぱい神経衰弱だったのよ。どうして？何か一生懸命に思い詰めているんだけれど、何を思い詰めているのか自分によくわからないの。気違いになるのかと心配だったわ。畳へね、縫い針を突き刺したり縫いったり、そんなこといつまでもしてるのよ。暑い日中にさ。悲しいわ。トローだ。生きることも愛することも全て。泣いてばっかりなの。この間大丈夫だった？結構厳しく言われてたけど。島村さん、困るわ。あんなとこお通りになっちゃ困るって。君がいるなんて知りゃしないよ。こんなバタバタと追いかけてきたりしたらなお困るじゃないか。うちに寄っていただこうと思って走ってきたんですわ。うちへ？だけど君のうち病人があるんだろ。あら、よくご存知ね。僕は同じ汽車で病人のすぐ近くに乗ってきたんだよ。実に真剣に、実に親切に病人の世話をする娘さんが付き添ってたけど、あれ細君かね。ここから迎えに行った人、東京の人。まるで母親みたいで僕は感心して見てたんだ。あんた、そのこと昨夜どうして話さなかったの？なぜ黙ってたの？サイ君かね。なぜ昨夜話さなかったの？おかしな人。日記を見せてくれるんだったら寄ってもいいね。バカね。どうぞ。あ、クマちゃん、お帰りなさい。この上よ。順番持っていきましょうか。あら、陽子さんにそんな悪いわ。あ、持ってきます。上がってて。二人のやりとりに何か違和感を感じたが、その正体は分からなかった。元はお蚕様の部屋だったのよ。病人の部屋からだけれど、日は綺麗だって言いますわ。
師匠の息子さんは東京で夜学に通っていたの。でも腸結核を患ってね、ここへは死にに帰ってきたのよ。ここが生まれ故郷なの？師匠のね、息子さんは港町の生まれよ。君と同じ？ええ、幼馴染なんだね。どうかしら、6つも年が離れているから。僕とは6つどころじゃないよ。あんたは幼馴染じゃないでしょ。東京の夜学って何を勉強しに行っていたんだろう。さあ、でも昔から機械が好きで時計屋に勤めてたくらいだから、きっと何か機械に関係することでしょう。東京でお酌に出ていた時に会わなかったの？会わないわ、入れ違いだったもの。入れ違い？私が港へ帰ってしばらくして息子さんは時計屋を辞めて東京へ行ったのよ。日記はどこ？あれは焼いてから死ぬの。駒子は陽子のことには一言も触れなかった。駒子の日記には陽子のことも書かれているだろうか。誰だか下手な三味線だね。井筒屋のふみちゃんかしらね。うまい人はいるかい？駒子って子はこの頃達者になりましたね。旦那さんご存知なんですね。まあ上手といってもこんな山の中のことですから。いや知らないけれど、師匠の息子は帰るのと昨夜同じ汽車でね。おや、よくなって帰ってきましたか？よくないようだったね。気の毒に。その駒子っていう子がこの夏芸者に出てまで病院の金を送ったそうですけどね。でもまあ尽くすだけ尽くしておけばいい名付けというだけでも後々までね。いい名付け？そういう噂でございますよ。駒子、その駒子って子が師匠の息子の？あ、よくは知らないんですけどね。トローという言葉がまた浮かんだ。駒子が息子の言い名付けだとして、陽子が息子の新しい恋人だとして、しかし息子はやがて死ぬのだとすれば、駒子が身を落としてまで息子を療養させたことは、これ徒労でなくて何であろう。あんたバカだ。その日駒子は夜明け前に帰り損ねた。帰ってお稽古をすればよかったわ。朝は音が違う。ここで稽古すればいいじゃないか。駒子は家に電話をして着替えと一緒に長唄の本を届けるように言った。持ってきたのは陽子だった。Oh, I know.
経験の面に打たれた、開墾の思いに現れた、ただもう無力だった。立ち惚れているのだ、そう思った。君はあの病人の息子さんの許嫁だって。あら、いつそんなこと聞いたの。昨日。おかしな人、なぜ昨夜そう言わなかったの。そのために芸者になって療養費を稼いでるって。いやらしい、そんなシンパ芝居みたいなこと。あんたそれを本当にしたの。本当にした。本当なんかじゃないわ。じゃあなんで許嫁なんて人がいるんだ。そう思ってる人が多いのよ。謎みたいなことばかり言うなよ。はっきり言いますわ、お師匠さんがね、息子さんと私と一緒になればいいと思った時があったかもしれないの。あったかもしれない。心の中だけのことで、口には一度も出しゃしませんけどね。口に出さないのにどうしてわかるんだ。わかるわよ、息子さんも私もうすうす知ってた。だけど二人は別に何でもなかった、ただそれだけ。よそに泊まるのなんか良くないね。私が好きなようにするのを死んでいく人がどうして止められるの。東京に行くとき、あの人がたった一人見送ってくれた。一番古い日記の一番初めにそのことが書いてあるわ。小さい時こうして習ったわ。ねえ、あんたもう東京へ帰んなさい。つらいわ、もう帰んなさい。雪見に行きたいが、正月は宿が混んだろうな。2月は鳥追祭りがあるわ。鳥追祭り、子供の年中行事よ。雪の堂を作って屋根の上で押し合い、もみ合い、鳥追の歌を歌うの。いいね、見に来るよ。あんた贅沢な人ね。いつもそういう暮らしばかりしてるの。送ってるんだから私帰れないわ。見送りなんてそんなものいいから。よくないわよ、あんたもう二度と来るか来ないか分かりやしない。来ると言ってるだろ。こまちゃん、ゆきおさんが呼んでるの。ねえ、いやよ。ねえ、この人を返してください。帰れ。
ええ、返します。早く帰れよバカ。あんた何を言うことあって。すぐに返しますから。とにかくあんた先に行っていたらいいでしょう。早く早くね。私帰らないわよ。帰れ、一生後悔するよ。君たち3人の間にどういう事情があるか知らんが、息子さんは今死ぬかもしれんだろ。それを会いたがって呼びに来たんじゃないか。こう言ってる間にも息が絶えたらどうする。君が東京に売られていくとき、ただ一人見送ってくれた人じゃないか。一番古い日記の一番初めに書いてある人だ。その人の命の終わりのページに君を書きに行くんだ。いやよ。もう日記なんかつけられない。焼いてしまう。ねえ、あんた素直な人ね。素直な人なら私の日記をすっかり送ってあげてもいいわ。あんた私を笑わないわね。その時脳裏によみがえった。あの日この雪国に着いた夜。ああ、陽子さんじゃないか。劇長さん。宿で駒子に再会する直前、駒子は駅に来ていた。雪男を迎えに来ていたのだ。駒子は知っていたのだろうか、幸男が陽子と帰ってくることを。陽子と幸男は知っていたのだろうか、駒子が迎えに来ていることを。その後宿に現れるまで駒子はどこでどんな時を過ごしていたのだろうか。何を思って私に会いに来たのだろうか。今幸男は死のうとしていて、陽子が駒子を呼びに来て、駒子がそれを断って私を見送っているのだとすれば、これ徒労でなくて何であろう。私が駒子を愛していたとして、これ徒労でなくて何であろう。バレリーは生きることへの倦怠に対する治療法は無用であると言ってるんだ。ディアギレフやニジンスキーについてもその視点から捉え直すことができると僕は思う。今度の本はそうした総合芸術における西洋舞踊、中んづく肉体が魂に与える影響についてのものだが、部数は少ない方がいい。贅沢で豊かなものにしたいね。食べようか。ええ。
もう夏絹では寒い、そう思った時だった。雪国を思い出した。雪国の女の身内の暑さが愛しく思い出された。あの山に咲き乱れて銀色に光って見えるのは白萩よと駒子が言っていたように思う。そんな季節の登竜にもかかわらず、私の記憶のその村はやはり白い雪に埋もれている。2月は悪かったね。鳥酔祭りに来られなかった。いいの、私も2月は実家へ行ってたの。商売を休んでね。どうして？どうしてだっていいわ。同じ時にお師匠さんも港へ行って肺炎になったの。うちに電報が来て看病したのよ。良くなった？いいえ。それは悪かったね。今は息子さんと同じお墓に入ってるわ。息子さんはあの日君が送りに来てくれた時に。また商売に戻るなんて夢にも思わなかった。あんた私の気持ち分かる？分かるよ。嘘ばっかり。あんたは贅沢に暮らしていい加減な人だわ。私の気持ちなんて分かりゃしない。そうでしょ？そう問い詰めるなよ。悲しいわ。あんたも明日帰んなさい。駒子の言葉はいつも謎かけのようだった。問われたことにろくに答えない代わりに少しずつ手がかりを残す。そうかと思うと驚くようなことを打ち明けるのだった。私5年続いてる人があるのよ、港町に。だけど初めから今日までその人が嫌で、いつまでも打ち解けられないの。それだけ続けば上等の方じゃないか。悲しいわ。親切な人なのに一度も雪見を許す気になれないんだもの。5年前というと君が港に帰ってきてからすぐ？ええ、そうよ。港に置くのは都合が悪いからって師匠がこの村に来た時に私を預けたんだわ。同じ時期なんだね。え？師匠の息子さんが時計屋を辞めて東京へ行ったのと。そう言っていたよね。さあどうだったかしら。墓に行ってみようか。君の許嫁の墓。あんた私をバカにしてんのね。何の因縁があってあんた墓を見物するのよ。何をそう向きになるんだ。あれだって私には真面目なことだったんだわ。あんたみたいに
贅沢な気持ちで生きてる人と違うわ。誰が贅沢な気持ちで生きてるもんか。じゃあなんで許嫁なんて言うのよ。許嫁でないってことは前によく話したじゃないの。わからないわ。東京の人は複雑で。君の方がよっぽど複雑だよ。今に命まで散らすわよ。おまちゃん、陽子さん、早いのね。お墓参りばかりしているって聞いてたけど、いつもこんなに朝早くから？さっき貨物列車が通ったんです。弟が乗っていたわ。信号所に勤めてるんです。そう、立派な弟さんね。まだほんの子供ですわ。私ね、ユキオさんのお墓参りはしないことよ。陽子が宿で下働きを始めた。そこ終わったら次大広間で。はい。私には飲み込めなかった。なぜあえてこの宿で駒子がしげしげと通ってくる私の上宿で。ごめんください、ごめんください。あのコマちゃんがこれを起こしました。こうしてコマ子の使い走りのようなことまでしているのはどういう心持ちなのだろう。そして駒子にしても、今あの子が何か持ってきた。来たよ。そう、風いい気持ち。お酒を注文してくる。そう言ってそーっと抜けてきた。水、水飲みたい。水ちょうだい。指の先までいい色だよ。あの子なんて言った？何も言ってない。恐ろしいやきもち焼きなの知ってた？誰が？殺されちゃいますよ。私酔ってる？私にはこの雪国に会いたい人がいた。
会って話をしてみたい人がいた。こまちゃんをよくしてあげてください。こまちゃんはかわいそうなんですから、よくしてあげてください。僕には何もしてやれないんだよ。早く東京へ帰った方がいいかもしれないんだけれどね。私も東京へ行きますわ。いつ？いつでもいいんですの。それじゃあ帰るとき連れて行ってあげようか。ええ、連れて帰ってください。東京に何か当てがあるの？いいえ。駒子に相談した？駒ちゃんは憎いから言わないんです。前に東京にいた時は何をしてたんだ？看護婦です。それじゃあ今度も看護婦の勉強しに行くんだね。看護婦にはもうなりません。だって私は一人の人しか看病しないんです。一生のうちに他の病人を世話することも他の人の墓に参ることもありません。あの人は駒子の言い名付けじゃなかったの？そんなの嘘です。どうして駒子が憎いの？駒ちゃん、コマちゃんをよくしてあげてください。僕には何もしてやれないんだよ。コマちゃんは私が気違いになると言うんです。ユキオと話がしたかった。雪国の女たちの話がしたかった。さあ飲みなさい。飲むのよ。君のことよくしてあげてくださいって頼まれたよ。誰に？あの陽子って子に。あんたあの子が欲しいの？君はあの子のこととなるとどうも妙だね。あの子を見てると行く末私の辛い荷物になりそうな気がするの。荷物？あんたみたいな人の手にかかればあの子は気違いにならずに済むかもしれないわね。私の荷を持ってっちゃってくれない？いい加減にしろよ。陽子さんがあんたのそばで可愛がられてると思って私はこの山の中で身を持ち崩すの。シーンといい気持ち。おい。何？それはいつも感じていた違和感の正体だった。君はあの子のことを陽子さんと呼ぶんだね。それが？あの子は君のことをコマちゃんと呼ぶ。だけどコマ子は君が芸者に出てからの名前だ。それが何だっていうの？
君は許嫁の療養費を稼ぐために芸者になった。あの子に初めて会ったのはいつなんだ。もう帰って。辛いから帰ってちょうだい。初めて会った時、あんたなんて嫌な人だろうと思ったわ。あんな失礼なこと言う人ないわ。それを私今まで黙ってたの、わかる？女にこんなこと言わせるようになったらおしまいじゃないの。君はいい女だよ。どういいの？いい女だよ。どういう意味？言ってちょうだい。それで通ってらしたの？それでって？私を笑ってたのね。笑うって何よ。やっぱり笑ってらしたのね。悔しい。コマコのしげしげ会いに来るのを待つ癖になってしまっていた。そうしてコマコが切なく迫ってくれば来るほど、自分が生きていないかのような呵責が募った。コマコのすべてが自分に通じてくるのに、自分の何もコマコに通じていそうにない。このようなわがままはいつまでも続けられるものではなかった。おい、頼むよ。いらっしゃいませ。嘘で、嘘本当ずっと沖屋にいたの。嘘でしょ。本当にかわいそうでしょ。それが？一緒に行かない？どうして？行かない？行かないわ。そう、他の人を誘えば。ううん、ごまちゃんとじゃないなら私も行かない。危ないじゃないか、無茶するね。どうして私を連れて行かないの？そうだったね。ここでいいよ。今朝あんたが出ていらっしゃったの、私見てたのよ。え？私が見送ってたの。あんた知らないでしょ。知らなかったね。これご覧なさい。チヂミの産地に行ってたんだよ。チヂミの？うん。何かあった？何も。でしょ？うん。
どうして私を連れて行かないの？冷たくなってきて嫌よ。火事だ。どこだ？君の家近いんじゃないか？違う、もっと上よ。マユクラだわ。マユクラが焼けてるのよ。あんたは来ないで。私が笑われるから来ないでちょうだい。柏まであんたを連れていくなんて村の人たちに悪いわ。ごめん、でもそこまで。やった、もう情けないわ。あんた私をいい女だって言ったわね。言っちゃう人がなぜそんなこと言って教えとくの。泣いたわ。うちに帰ってからも泣いたわ。あんたと離れるの怖いわ。けどもう早く行っちゃいなさい。行って。あんたが行ったら私は真面目に暮らすの。ボンボン投げ下ろしたら、カツオのフィルムからボーンと一遍に燃えついて、火の回りが早いや。おいよ、汽車の中で陽子の顔のただ中に灯火が灯った時の様を思い出した。一瞬に駒子との年月が照らし出されたようだった。いや、違う。雪国の生まれなの？ええ、でもこの温泉場じゃありませんわ。港の方ですの。Oh.
お師匠さんがね、息子さんと私と一緒になればいいと思った時があったかもしれないの。時計屋にお勤めが決まったんですって。おめでとうございます。下手ですけど。ありがとう、さっちゃん。だけど二人は別に何でもなかった。なかった人の方がいつまでも懐かしいのね。忘れないのね。12月18日、今日から日記を書くことにした。東京行きの汽車に乗った私を、ただ一人幸男さんが見送ってくれた。4月3日、今日もお酌の仕事。毎日いろんなお客さんに会う。踊りが終わったらあの娘呼んでくれ。貧乏は嫌だ。お金のために生きなくてはならなくなる。貧乏は嫌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 。たった一年半で死に別れるとは思わなかった。何もかも捨てたつもりだったのに、またこの町に戻ってきた。また同じことの繰り返し。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。貧乏は嫌。素直でいられません。貧乏は嫌。貧乏は嫌。
人は私を港に置くのは都合が悪いという。ちょうど師匠さんが生まれ故郷の温泉場に帰るからと私を預かってくれることになった。しばらくこちらに戻ってゆっくり休むことにしたんです。靴を。ゆきおが東京の夜学に行くって言ってる。きっと立派になって帰ってくるつもりでしょ。お師匠さんは優しい人だ。5月22日、今日は眉蔵で道路武神の落成祝いがあって呼ばれた。悪いけどちょっと頼まれてくれるかしらね。椿の間のお客さんなんだけども。失礼いたします。椿の間のお客さんは東京から来た島村さんという人だった。見もしない西洋舞踊について書いていると言っていた。面白い人だ。5月23日、お師匠さんが泣いていた。お師匠さん、そうなすったんです。東京からの手紙だった。幸男が腸結核にかかってよくないらしいんだよ。お師匠さん、心配なさらないで、私が東京へ。いけない。お前も幸男も傷つくだけだよ。その後呼ばれた宴会でしこたま飲んだ。安瓶で酔いつぶれて気持ち悪かった。なぜだろう、島村さんに会いたくなった。島村さん、どうしたんだ。幸男さん、さあ、名前を書いてあげる。好きな人の名前を書くの。幸男さん、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 私は何にも惜しいものはないのよ。決して惜しいんじゃないのよ。幸男さん、私はそういう女じゃないの。私が悪いんじゃないわよ。あんたが悪いのよ。あんたが負けたのよ。私じゃないのよ。幸男さん、聞いてるの。幸男さん、幸男さん、幸男さん、あんた笑ってるわね。私を笑ってるわね。心の底で笑ってるでしょ。今笑ってなくてもきっと後で笑うわ。8月11日、お師匠さんに手紙が来た。もう病院代は送らなくていい。このまま治療を続けても無駄なのだと書いてあった。無駄、無駄、無駄。12月8日に
ユキオさんが帰ってくると聞いた。いらっしゃいませ。お荷物お持ちします。お師匠さんには内緒で迎えに行った。女の人が一緒だった。近所に住んでいたのにいつの間にかいなくなった人。確か名前は陽子だった。さっちゃん、今は駒子です。じゃあ、コマちゃんね。一体、どうした因縁だろう。同じ汽車で、島村さんが来ていた。島村さんが来てくれた。私の死にたい夜に島村さんが、島村さんが来てくれた。島村さんには知られたくない。お客様を送ってるんだから私帰れないわ。けれど帰る、一生後悔するよ。なぜだろう。どこかで島村さんに日記を読んでほしいと思っている。寺さんを呼ぶわ。2月1日、港町の実家に帰ることにした。2月7日、電報が来た。もともと悪いのに、どうして港に来たんです？お師匠さんも港に来ていて、肺炎になったという知らせ。お前の旦那と話をしたよ。私が死んだ後のこと頼んどいた。2月14日、港を離れた。優しいお師匠さんの看病を放り出して鳥追い祭りに行った。島村さんは来なかった。いつか島村さんの言った言葉を思い出した。
トロだね。そうかしら。私はそうは思わないわ。人を愛しすぎると国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。